こんにちは。大曲の花火に車で行かれる方は交通渋滞を心配しているかと思います。今回比較的混まないで行くことができたので、どうやって行ったのかを共有したいと思います。車で秋田県大館市から大仙市まで一般道を通り、その後高速道路を通るルートで向かいました。今日はインターチェンジで高速道路を降り、 JR 宇後堺駅近くの大仙市役所共和支所の駐車場に車を停めました。共和支所の駐車場は駐車台数が120台、駐車料金は無料です。花火大会当日14時半くらいの段階で、確か駐車台数はまあ30台くらいだったかと思います。花火大会の会場から相当離れてるので、多分皆さん止めないんでしょうね。共和支所から JR 宇後堺駅までは徒歩で5分くらい。宇後堺駅では窓口で乗車券の販売をしてました。必ず往復の乗車券を購入してください。帰りの分は帰りに大曲駅で買おうかなと思ってると、多分混みすぎて買えないかと思います。宇後堺駅から大曲駅までは30分くらいで到着します。電車の中は満員電車で身動きが取れない状態、そしてかなり揺れます。2020年以降大曲の花火に行かれる方はぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。